会場のゴールデンハムさん横向きと真正面の写真です。そうすると、まあ、これが胸です。この白い塊が心臓、胸で白い塊が心臓で、これが肺で、ここはお腹です。子宮がある位置は大体ここら辺です。ここら辺です。でも正常だと子宮って細いからレントゲンには映ってこないです。でこれこの子ね、まあこれ横向きで頭、心臓がこれですと、これが肺だから横向きで見たらそうでもないけど、これがごめんなさい、こうだね。で真正面にするとさ、これ心臓なんですよ。大きいです。見てください、これぐらいなんです。ね、だいぶ大きいですよね。これはまた海とは関係なくて、心臓がちょっと大きい、心臓肥大があると心臓病がある可能性があります。で子宮がありそう、これお腹にこう黒いの見えますよね、はい、これガスなんだけど、お腹に結構ガスがあります。これは正常でもガスはありますわね、はい、でもガスって割と体全体に来てますよね、はい、じゃあこの子の場合さ、ガスがですね、この辺はいっぱいあるけどここら辺ないでしょ、はい、だからこういうところに子宮がある可能性がある。かなり大きいと思います。まあ、ここはレントゲン所見だから、レントゲン所見ではちょっと 心臓が大きく見えてることと、それから下腹部になんか白い塊っぽいのが見えるから、それが可能性とは子宮の可能性が高いなということが言えます。